見た目変わるやつと変わらんやつがあるってことなんかな。なんでコマさんだけ外におるん？ありますね。これほど美しくラケットを扱えるのは、ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。どんな球だろうと、よし、ってことでやっていくか。すべて告白しようとしてる人を探そう。すげえ。あ、なんかさ、じゃあ俺の靴下投げるから、装備を打ち返してみてよ。キュウキの装備を見てみたんやけど、武器ラケットやったわ。なんでラケットなんやろ。テニス部なんかな。ちょ、待って、これはどこに行けばいいんやろ。下に降りていくの？上？でも告白しようとするなら屋上とか選びそうやけど違うんかな。どうなんでしょう。何階とかわからんもんな、これ。あ、でも一応、学校の外？あ、ぽいね。外っぽいね。何？譲れない戦い。この分からずや、そっちこそ。そ夏と冬、どっちかって言ったら、やっぱり夏の方がいいよね。そうかな。冬の方がいいだろ。夏は暑いのが辛いしさ。なんかちょいちょいこういう、その辺の生徒たちの言い争いみたいなのがある。夏がいい、冬がいい、どっちもいい、答えたくない。でもなんかどっちも嫌なんやけどな。でもどちらかといえば夏がいい。ああ。冬の寒さの方が耐えられん、私。夏の方が好きか。よし。毎日夏休みだったらいいよね。でも夏になったら夏になったで冬がいいって言うんよね。答えてくれてありがとう。これあげるよ。何？ミニ経験値ボールを手に入れた。そして消えていく生徒たち。どこで告白しようとしようやろ。そろそろ休憩取らない？結構時間が経ったみたいだよ。同じ姿勢してると変なところが凝っちゃったりするんだよね。何これ、陸下はこっち行けんのかと思った。あ、なんか近い。緑ラップ体操で。なんか近そうではないんか。どんな体操？なんかレディーストーク、やば、すごくね。なになに？でしょ？なに？話に混ざりたい感じ？そうね。イエーイ、面白い。こっち男しかおらんけど。あんた気に入ったからこれあげちゃうよ。あ、ふぶきちゃんおるんか、一応。コロンブスの卵を手に入れた。コロンブスの卵。なになになに？結局そのレディーストークの内容はよくわからんかった。なにあれ？すごい！あれキュービじゃない？ねこれ。なんであんなん飾られとんやろ。謎。そしてそこに、同盟組みません？ねえねえ。はい。バレーボール部の俺たちと同盟組みたいの？女の子みたいな見た目やね。あはー、できなかった。くそ。そっか、同盟は組まないのか。気が変わったらまた来てよ。え、なにこれ？すごい。なんか、いいねとかがいろいろ見れるようになったんかな、これ。何のデータなんだろうか。あ、君は？うん。君、俺ちゃんの生徒カードが欲しいの？それじゃあ俺ちゃんの出す条件をクリアしてみてよ。できてない。俺ちゃんの生徒カードいらないの？まあ、いらないなら別にいいんだけど。その、なんか一人称が気になるんですが。どこだろうか。こっちの方。学園の校舎って、上から見ると Y の形になってるんだよね。どこなの？へぇ。俺はずっと G の形だと思ってたけどな。どこなの？わからないね、こっちが。いやいや、G には見えないでしょう。こんな感じ。どう見ても Y だと思うよ。すごい！体が G の形になってる！告白しようとしている人。どこだ、どこだ、どこだ。みんなどこで告白しようとするの？学校の中ではなかったんやね。君は？違う違う違う。おお！プロレス同好会に私たちと同盟を組みたいの？お、クリアしてる。組みます。強そう。ありがとう。これで私たちは同盟関係だね。イェーイ、やったね。プロレス同好会。同好会って本人たちが戦うんかな？なんかこっちの方じゃない？なんか通り過ぎてきたかな？こっち方面か？あ、なんか近くなってきたのでは。ここか！噴水前。なるほど。うん。二人きりで話したいことってなんだろう？まさか僕のこと。まさかね。本人の前で独り言を言うな。大丈夫？呪いは。蛇になるんじゃ。断られた？なになになに？は。うわ、蛇が出
ってた。ヘビになったよ。すげえ。あれは断ったっていうことなんかな。そういう問題じゃないから。まずいよ、ヘビになった生徒が他の生徒を襲うかもしれない。襲うの？なんかあのエマちゃんもどっか行ったくない？このままじゃ学園のみんなが危ないよ。え、倒すの？でもここはひとまずヘビの魔獣を食い止めよう。倒したら女の子は元に戻るの？死ぬわけじゃないよね。別にエンナ先生のハートをゲットするぞ。キラキラしてる目が。そうはいかない。先生のハートはこの僕がいただく。どうでもいいけど、まあそれでやる気になってくれるのなら。ちょっと早速趣旨が違ってきてるんですけど。うんうんうん、みんなも呆れているじゃないか。期待するぞ。でもなんかすごい呆然とあの男の人の方を見よるけど。気をつけて。そうだったね。ではヘビさんのお仕置きといこうか。よし、やっつけるか。足引っ張んじゃねえぞ。その場で元に戻ってくれるかな。言われるまでもない。それやったらね、これからそういう風にやっていけばいいやろうけど。ヘビ魔獣、ヘビ魔獣をおとなしくさせよう。おとなしくさせるイコール戦うという。なんだなんだなんだ、すげえアタックするやんこいつ。怖いよー。何あれ。いい。はい、やがれ。なんかテニス部員来た。ね、あの辺のって勝手にやってきてくれるんかな。ね、勝手にやってきて戦ってくれるん。あの同点に住んでる人たちは。お前の時間だ。見た目硬派誰。見た目硬派誰。なんかいいねしよるけど。最高やったね。お、戻った。この子的には記憶が飛んどる。振られたところから元に戻ったのか。振られて急に目の前からいなくなった的な感じ。どうやらヘビに変わってしまった子たちは倒すことで呪いを解除できるみたいな。話は聞かなくていいんすか。簡単でいいじゃねえか。まあ力技。お、エナ先生。みんな大変よ。学園内にヘビの魔獣が複数現れたわ。何、そんなに一気に告白したのみんな。また誰かが告白しちゃったんだ。なんかそういう恋愛に関する日なんかな。今日さっきみたいにやっつけたら助けられるはず。何か掴んだみたいね。あなたたちに伝えたいこともあるし、一度保健室に戻ってきてくれる？ここで伝えるんじゃダメなの？了解です。めっちゃ嬉しそうやけど。超嬉しそうやけど。何何何？もしかして今度こそエンラ先生の個人授業？いやいやいや、このみんなで行くんよ。保健室に。そんなわけないから。あー、なんか同じようなキャラが二人になったのね。エンラ先生が伝えたいことか。一人だけかと思ったら二人。僕への愛の告白かもしれない。何？そんなの認め。いいバトルだったね。わしの生徒カードを受け取ってよ。それだと自分からやってきてくれる人が多いんや。へえ。それは困る。見た目後半の生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。僕はなんて罪な男なんだ。でも。あざす。なんか渡してどっか行った。え？アンドロイド山田やん。山田ロイド、そのまんますぎん。生徒カードが欲しいのかと聞いているようだ。あの、喋れないですか？アンドロイドっすか？コロンブスの卵3個？ない。1個しかないよ。かなりショックを受けたようだ。悲壮感が辺りを漂う。やったエンナ先生も美しいかもしれない。まさかこんなところでアンドロイド山田に巡り会えるとは。求人ボードで、見た目硬派、どこに入れればいいかな？特撮ヒーロー同好会とかは？どうやろ、テニス部なんかな。特撮ヒーロー同好会でいいんじゃないかな。いや違うか。いや違うか。学力と芸術が高いね。学力と芸術、全然前世解明部でいい。まあ、とりあえずでみんな入れていこう。まあ、これから多分まだね、まだまだ求人ボードも増えるやろうし。じゃあこれで。お、全然前世解明部がランク2にアップ。なんやろランクって。よくわからんけど。まあいいや。よし、行くか。保健室に戻ろう。この子なんか目立ちそうな感じやけど全然関係ない子なの。てかここはどこですかね。
保健室に戻る。なにこれ、え、こんなところに登れるやん、すげえ。え、初めて知った。え、そんなことはいいんだけど、こちらでしょうか。お家は、ここは図書館だね。図書館か、図書館あんまり入ったことないな。ということはまだ見ぬ熟女との出会いの場。そんな目的で入るとこじゃないから。なぜ図書室イコール熟女なの、よくわからない。で、保健室。保健室って一回、こんにちは、どうも。ハート好き。いいね。一応挨拶されたらしておかねば。何、ジャガン、また12秒。ほぉ。このジャガを持つ我に恐れをなさず話しかけるとは。なかなか骨がある。気に入ったぞ。あざす。あれはなんかいいねがいっぱいもらえるっていうことなんかな。とりあえずなんか会話は一緒っぽい。どうも、エンラ先生。すごいでっかいテレビがついとんやね。てか入り口についとったら邪魔じゃない？え、取り憑かれた？まさかの？なになになに、怖い。エンラ先生？大丈夫か、大丈夫ではないよね。どうかしたんですか？あら、ジンペイ君。戻ったのね。ちょっと雰囲気が違う？告白した女子生徒は呪いで蛇の魔獣に姿を変えられていた。うんうん、それを倒すことで呪いを解くことができる。自分と違うから話したんか。そういうわけね。はい。一応自分の意思は持っとって向こうから話してくるのかなと思ったけど。余計なことをして。いえ、よくやったわ。褒めてあげる。ボス的なやつ。初めての大きな事件で不安もあったけど、これならいける、いけるよ。え、初めてやっけ。みんなエマちゃんのことが初めてじゃなかった、違う。じゃあエンラ先生、あれは難しくなかったってことかな。あ、抜け駆けとは卑怯だぞ。いやいやいや、僕も大きく貢献したんです。僕にもぜひご褒美を。キューキュー。何を言ってるんだ。アホらしすぎる、やりとりが。ん？何？誰から連絡？みんな、私の部屋にクラフト機材が届いたみたい。私の部屋って何？宿舎のこと？これからはクラフトができるようになるわよ。あ、素材いろいろなんか集めてきよったよね。クラフトって、何かを作れるってこと？なんか、料理の調味料的なものがいっぱい集まりよった気がするけど。そうよ。これからの YST クラブの活動に役に立ってくれると思うわ。多分回復系のアイテム、まあ、お弁当的なああいうのとか、クラフトをすると武器や防具、食べ物やアイテムメダルなどいろいろなものを作ることができます。え、そんなに。クラフトをするには作るもののレシピと素材とお金が必要です。いろいろなアイテムを作ることができるので、レシピや素材をたくさん集めましょう。どこに行けばいいの？部屋。さあ作るわよ。蛇をずったんばったんのボッコボコにするような武器をね。元は人間ということを分かっているかい。怖いよ。だいぶ怖いよ。エンラ先生、どうかしたのか。いいえ、なんでもないわ。けど吹雪さん、エンラ先生の意識はないっぽい感じやね。クラフトで使う材料はどうするの。大丈夫よ、ウェポン開発用に取っといた材料があるの。あ、じゃあ一応お試し用の材料はあるということね。最初ののびのびゴムを2個手に入れた。あ、これなんか拾ったよ、私も。うまみオーラもいろんなとこで拾った。クラフトの制作費200万人を手に入れた。よーし、バンバン作って、ヘビ魔獣を倒しまくるわよ。バンバン作れるような量じゃなかった気がするけど。それでいいですよね、エンラ先生。ええ。というわけで、全く乗り気ではないけど、みんな気にしてないのね。ヘビ魔獣を倒しに行く前に、まずはクラフトで、ヘビ魔獣に対抗できる武器を作ってきます。なるほど、武器。わかったわ。じゃあ、戦いの準備ができたら、私に声をかけてね。了解です。宿舎に行って猫パンチをクラフトしよう。猫パンチ。何でも聞いて。かわいい。武器さん頼もしい。それは、これからいろんなものを作ってみるわ。あれか、人兵の武器っていうことかな。はいはい、熟女が寄ってくる熟女。一応なんか、もうまたしても中二病やってきた。近づかないで、どうなっても知らないよ。秘められし暗黒の力、もう抑えられない。
なに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 、戦闘になったんですけど。そういうパターンもあるのね。なるほど、いろんなパターンがあるのか。油断してた、普通に。超油断していた。よし、行くか。めっちゃ普通にいいねがもらえるものやと思っとったわ。ほんと宿舎ってどこだったかしら。なんか最初は1日目ぐらいしか帰ってないけんさ、いまいち場所が覚えきれてない。やっほー、どうも。どこかしら。こっちか。あ、こっちやね。やー、どうも。こっちかな。あれ、外の世界かな。あ、どうも。です。君、何か用があるんですか？私の生徒カードをもらいたい。いいでしょう。この条件をクリアしたら、私のカードを渡しますよ。おー、クリアー。130マニー。全然 OK。お金はある。130マニーを渡した。確かに条件を満たしてますね。私の生徒カードを渡しましょう。ミケランジェの生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。ここは、私的に確率に全然前世解明部やと思う。あ、これやっぱりなんか、ね、この見た目効果、勉強系なんかもしれんけど、スポーツ系にも見えるんよね。はい、ここで。なんかこの二人、宇宙人っぽい目の生徒が、おることない。待って、宿舎どこや。いろんなものを集めていくのはいいのだけれども。あ、こっちから行けるか。こっちから、あれ、逆だな。あ、なんかおる。譲れない戦い。なになに、どこで揉めてるの？あ、そこか。ああ、犬と猫。うん。よし、犬派で行ってみよう。そう。犬派、そうだよね。モフモフしてると幸せ。それは猫も同じじゃないかい？犬好き仲間になったことだし、これあげるよ。よろしく。こんがりファイヤーを2個手に入れた。答えによってもらえるものが違ったりとかするんかな。いろいろ試していってみよう。よし。どこだ？こちらかしら。違うな、こっちかな。いやー、もう、どうもどうも。おうん、あなたは同盟を組みたいのかい？ローラースケートクラブと。おお、クリアできてない。スケートロラン。そうか、同盟は組まないんだね。それなら無理とは言わないさ。宿舎、宿舎、こっちの方で、あれじゃない、これじゃない、宿舎。待って、生徒カードがあるっぽい。ゲームタイムになったよ。なんだお前、俺に生徒カードが欲しいだと？なら俺に出す条件をクリアすることだな。クリアできてない。くそ。なんだ、いらないのか。欲しくなったらまた言ってくれ。あれか？学校の外に出たら、下校タイムが、始まる。学校の中におっても一緒なんかな。20時までに帰れって言ったよね。まあ、とりあえず宿舎目的地やってけん。学校の中におっても外におっても時間は流れやんかな。時間の流れが私、いまいちよくわからないんだけども。どこでしょうか。なんか別の方向じゃない？こっち。え？どこですか？どこでしょうか？ちょ、部屋までわかんないんだけども。こっちではなさげ。やっぱこっちなのか？ん？なんかこれくるくる回ってない？え？気のせいかな？くるくる回ってるね。待って。くるくる回ってるね。どこに行けばいいの？食堂のご飯っていつも美味しいよね。これ食堂なんや。食材は自給自足で、Y 学園の中で作られてるらしいよ。食堂のおばちゃんが畑から引っこ抜いてきてんのかな。さすがに違うでしょ。あ、なんかこっちの方？あ、こっちにもあるんやね。あ、これ？あ、これだ。やっとたどり着いた。すごいメカメカした部屋。そしてちょっと荒れてる。ここで装備クラフトとメダルリサイクルができそうだ。メダルリサイクル？装備クラフトを、じゃあ。猫パンチがどうたらこうたらみたいなの言ったよね。
全員装備できるんや。え、てか、これは今よりもこれだけアップするっていうこと？主人公とコモさんは、アップしすぎじゃない？今どんだけ弱いん？とりあえず猫パンチ作ります？あ、この二つで作るんやね。これを作っちゃっていいかしら。作ります、じゃあ。ひっかきにゃんにゃん。思いっきりひっかいて、頭筋ダメージ。かわいい。肉球パンチ。あ、これでなんか技が増えたってこと？手作りポンポン。ほう。これもなんかいろいろと上がったり。これ二人分作った方がいいんかな。見方がよくわからんねよね。とりあえず猫パンチ作っとく、もう一個。じゃあ作ろう。これで人兵とコマさんに装備させればいいってことやろ。んで、あとは、ジェットブーツはもう装備していると。ちょい待って。よーし、完成！クラフトって楽しいね。はい、こういうのって腕が鳴るわ。もっと改造とかして。人兵、赤グローブを、ふぶきさん、完全にスイッチ入っちゃってる。待って、前のさ、前のあの赤グローブ、あ、ほら、8! やばい、弱っ !8 で今28やけん、やっぱ20アップっていうことだったよね。で、あとは、コマさんで、ド根性バットからの猫パンチ。え？あ、びっくりした。もう一個、こっちか。はい、これで。ふんふんふん。こういう感じでアップしていけばよいと。んじゃあ、あとは？これは、武器なんやっけ？キック系武器。ふんふんふん。1アップ。3、2、4アップ。ってこと。これも武器。ふんふんふん。え？アップするやん、まだ。はぁ、もういまいちよくわからん。駆け出しの新体操リボン。調和のタクト。なんかめっちゃいろんなもんあるやん。え、この辺も武器なの？音楽武器。何武器？どういう武器なん？めっちゃいろいろある。ふえぇー。重いボーリング玉。手投げ武器。絶対痛いやつ。え、でもみんなめっちゃ下がるんやね。超下がるんやね。とりあえず全員アップさせた方が、まあ良きかしら。練習用バッシュ。じゃあこれを、作っちゃいまして。ミート、肉使うの？バッシュ作るのに。凄まじい着地の衝撃で敵を攻撃。チャージ可能。何チャージって。何をどうチャージするんすか。そんなもんかな。まあ、とりあえず、そんなもんでいく？これ、ふぶきちゃん。ふぶきちゃんやって。ふぶきちゃんに装備させよう。どこや。とりあえず今ね、ジェットブーツ履いとるけん。練習用バッシュに。イェーイ、いい感じじゃない？見た目。あ、でも変わったんかな？見た目変わるやつと変わらんやつがあるってことなんかな？なんでコマさんだけ外におるん？なんでコマさんだけ外にいるんすか？こんな感じでよろしいっすか？あれ、今、左上にトークって出てきてなかった？全然トークされてないやん。え、どういうこと？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか、メカオタクやけんって、ね。まあそういう系統なのはわかるけど、もうちょっと女の子らしさもある部屋かと思っとったけん、ちょっとびっくりした。すごい殺伐として部屋やった。見た目に似合わず。